こんにちは、シュです。今回もミートペアやっていこうかなと思います。前回ね、仲間帰ってきたんだよね。ゾロとかショータとか美術5とか、なんですごい心強いね。そう、なんかイベントあったんで今日ここからだね。うん、よー、二手に分かれちゃったんだ。うわー、ショータさんチームとゾロくんチームだね。仕方ない、先に進もう。え、これ巡り合える展開あるのかな。仲間たちが半分ずつに分かれてしまった。いや、でも上半身下半身じゃなくてよかった。うわ、俺今3人、あ、林先生は一緒にいるんだ。こんな感じで分かれるんだね、上と下に。いや、ゾロと一緒がよかったな。ゾロやっぱ強いんだよね。我々を補ってくれるから。まあいいか、林先生いるもんね。なんでいい感じにいける。シュー、どんな気持ちかな。ご機嫌だね。うわ、私ご機嫌だって。ご機嫌うるわしゅみたいなね。デヴィ夫人モードいきます。2人だとつらいな。勝てる、来た。うお、ハサミ打ちだって。初めての好き行動。うお、つえ。うわ、雑魚がなってしょうた。口悪いな。どういう教育を受けたらそういう性格になれるんだろう。ここで来るんじゃない、ハサミ打ち。あー、ないか。やっぱハサミ打ちいいね。来た、林先生、ライトニング頼むよ。やっぱいいね。これ新技覚えたんでかいね。これなんだっけ、仲良し度が上がると確か覚えれるんだよね、新技。ね、眠い。お、あ、しゃっくりだ。どうやって止めてあげるんだ。私、驚かすといいって言ってたよね。あ、驚かすってある。驚かす、声高い。私ビブラート聞いてんじゃん。あ、止まったんで。心臓止まってそうな顔してたけど、よかったわ、しゃっくりだけで。でもしゃっくりあれだよね、驚かすと止まるっていう都市伝説あるけど、私それで止まったことないけどね。あれ本当なのかな、あれ誰が言い出したんだろうね。なんか科学的にそういうデータ出てんのかな。さあ、みんなここまで来たね。びっくりマーク、おそらく合流地点なんじゃないかな、みんなと。お、これどうやって合流するんだろう。ふう、はぐれたみんなどうしてるかな。一方その頃はぐれたな。うわ、なるほどね。今度こっちを操作するんだ。待っててもしょうがない、先に進もう。なるほどね。だ、こっちゾロいるからね、だいぶ強いと思う。おお、すごくないこれ。この爆弾あれなんだね、一体倒すと全体攻撃で。うわ、めっちゃ面白かった。これ今ちなみにね、合流地点に向かってるね。さあ皆さん、合流地点ついたね。これで一緒になると。あ、あれは、おい、美術王。うわ、すごい。あだ名無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した。オッケー。ん、怪しい、なんだろう。うん、うなり声が聞こえる。ボス戦だね。犬かな、たくさんたくさんいる。気をつけましょう、この声はおそらく。うわ、ケルベロス、超かっこいいじゃん。しかも顔くっついてなくない、なんか本当の犬じゃん。おお、顔くっついてる、ケルベロス。ただね、4人揃った私たちに敵はないね。行こう。え、神の目覚めだって。ここでノリノリふりかけの力が目覚めた。ふりかけのミーがノリノリになり敵へのダメージアップ。ふりかけたミー、え、どういうこと。敵を前にして新たな力が目覚めた。その名もノリノリふりかけ。私ノリノリノリふりかけか。ふりかけはね、あ、誰に使おう。じゃあゾロに使おう。うわぁ、ショータにも、うわぁ、シュにも、うわぁ、美術後にも。キモすぎ。これ悪口とかじゃないんだけど、翔太が一番キモい。本当になんかキャラ的にキモいじゃなくて一番。え、これみんなどうなんの。え、みんなやってくれ。やばい、薬飲んでる。やっほーい、どうなる。うわ、強い。え、超ゾロやばいわ。うわ、心配してる。イケメン集団、花より団子の F4 みたいなね。何やっとんじゃ、私。何やっとんじゃ、美術号。できた、翔太。うおー。
ゾロマジ期待。100だもん、ゾロだけ。アンチに入れて、あー、お前じゃない、化け物。オッケー。いや、これゾロ、こう、いつ興奮状態終わるの、この、薬物状態。私、薬物状態終わってる。あ、林先生にもかけたかったな。これ、かけれないんで来た。翔太、でも、火力面はそんな出ないんだよね。いやー、完全地帯に。いや、ゾロやばいわ。これあれか。この、うおぉ。やばい。やばいか?よく、やばい!ふりかけ使おう。みんなふりかけで一回満タンにしてきた。やっぱ私もノリノリになりたいね。ノリノリシューゲームズで行きたいもんね。さあ、ノリシューで行こう。ノリノリシューゲームズ。俺なんで行動選べないんだ?あ、ノリノリだと行動選べないんだ。どう?うわ、ついよ!林先生なんかゴミって言っちゃよくないな。すごい弱く感じちゃうんだけど。林先生何やってんの?うわぁ。美術語だけ冷静だね。いや、逆か。美術語だけ冷静じゃないのか。左3人が冷静。行っちゃおうぜ、ノリノリチーム。やばい。翔太、収まっちゃった。林先生のエーターなんだっけ、フレームタワー。いや、110だもんね。林先生、薬やってない時で110だから、興奮状態にしたら、すごいんだろうね。いや、林先生にあれやれしたいな。悔しい、できないのが。いや、すごいね。カトン、ヒョウトン、スイトン、すべて起きた、来た。まあ、人間逮捕やるか。これね、あれなんだよね。人を怒らしちゃうんだけど、火力がすごい出るんだよ。頼む、ごめんね。いいね。100ダメージ見てるとね、63ダメージがちょっと低く感じない?これいったんじゃない?いいね。実は犬は。あ、実は犬派だね。猫の格好してるけど、実は犬派。それで犬を倒すっていう、やるね。美術語。センスがすごいね。頑張った、頑張ったね。結構あれだったね。誰一番レベル低い?お、翔太一番レベル低いじゃん。翔太だけ12レベル、みんな13なのに。あの、薬モードやばいね。え、これ誰にくっつくの?誰?誰?なんかさも当然にいたかのような。ほぉ!私の仲間たちだ!え、みんな気づいてた?え、全然気づかなかった。え、なんか申し訳ない。しかもみんな女の子だ。なんかあるのかな、女の子。え、すごい申し訳ないんだけど。え、全然気づかなかった。君たちには苦労させられたよ、ほんとだよ。うわぁ、ごめんね。なんでもない。残りの3人は大魔王の城だよ。行こう、怖いけど。これあれじゃん。選抜になるんじゃない？これで6人助けましたか。十分な戦力が整いましたね。うん、私の役目はここまでです。ここから先はお任せします。どうかご無事で。今までありがとう。あ、じゃあね、林。大賢者林先生が仲間を抜けた。うわぁ、これ今までその部員がちょうど大会に出れる人数だったけど、ベンチ人数が増えたことによりスタメンがあれになっちゃうな。え、どうしよう。え、これ、8人 ?7 人か ?7 人で出発ってできる?あ、できんの?あ、できん、あ、やっぱできない。誰かを選ぶぐらいなら一人で行くよ。嘘嘘嘘。マジな話、ゾロは欠かせない。で、ネタ枠で翔太。うわぁ、これ辛いな。しかも、これあれネタとかじゃなくて、最初からいたじゃない、最初からっていうか、一番最初に仲間になったじゃないですか。帰ってきて。だから、レベルが上がってるんだよね。この3人。だから普通に今、仲間になったリンゴちゃんとかイカガールとか、レベルが低いんだよな。なんかすごいとこ来たね、クッパ城みたいな。お、
なんか来たかイベント、あそこに大魔王ウィスパーいるんだね。あれが大魔王の使者、行こう3人の仲間を助けに、そして大魔王を倒しに。すごいね、様になってきたね、歴戦の勇者感。あ、ここでの敵見てみようか。お、ドイヤさんじゃん。敵は普通だね。さあみんなここまで来たね。さっきここ出てきて、でこの大魔王の城までついに来た。うわ、音楽が不気味。うわ、これまた仲間奪われんじゃないかな。ん、あー、またあれか、二手に分かれるパターンで。うわ、ゾロと一緒じゃん。仕方がない。うわ、でもあれだな、さっきゾロが良かったって言ったけど、あっちチーム、翔太と猫ちゃんチーム、ちょっと弱いんだよね。こっちに火力が充填化されて、お、ここで4人で行くんだ。なるほどね。さっきベンチだったとか言ったけど。うわ、面白いね。ちゃんと仲間を全員使えるようになってんだ。うわ、初のボスだね。ボスじゃん、敵だね。うわ、こいつら系が出てくんだ。しかもでかいな。やばい。誰か助けなさい。うわ、お嬢様タイプだね。さすが私、モテるぜ。なんだ怒ってんの。あれか、はぐれる前に怒り、まだ根に持ってんだ。どんだけ根に持ってんの、クラスメート。許してよ。私が大砲でボンボン飛ばしてたんだよね。別れる前に。それをまだ、やばい。やばすぎ。ゾロデビルかはやばい。うわ。なんか仲間普通に切ってきそう。みんな、あれだわ。一体一体が強いね。全然倒せ、いや、人間大砲やっちゃうかな。また怒られそうだけど、これが一番火力出せるんだよな。オッケー、怒んないで。あ、オッケー、プチ切れだね。ブチ切れまでいってない。うわ、結構広いな、魔王の城。上から行こうか。私こういうのね、全部探索したくなるんだよね。なんで次左行こう。行こう。うおー、うわー、誰も気遣ってくれない。大魔王の城広いね。これだけ広いと掃除大変そう。もしかしてカウバウノって怪物たちに掃除させるため。なるほどね。そういう考えね、主婦目線だね。さすがクラスメート、いいね。走ったら痩せるかな。うん、なんだ、お、なんかイベントっぽい。おじいちゃん、あ、おじいちゃん、これは仲間だよね、おじいちゃん。キキキキキ、なるほど、ここでおじいちゃん、じゃあ逆サイドも誰か仲間になるな。うわ、おじいちゃん、デーモンおじいちゃん、なんかそっちの方が若返ってるよ。どうしようかな。まず、いや、これね、一番右のピンクの女の子、クラスメート多分防御力、うわ、防御力弱いんだよね。なんでほぼほぼワンパンでゾロの不安を煽る。さすがゾロ、気にしないで。いやー、ごめんクラスメート、許してくれ。こんな私をクラスメート飛ばして、これクラスメート回復させてもす、いや強いよ相手。うわ、さすがイカちゃん。でもイカちゃん守んなくていいよ。でも私の方が HP 的に多いから。イカちゃんいいんだって、死ぬぜイカちゃん。いや、逆にアホ。何やってんの。どうすっかな。おお、愛の無知。え、どうしようかな。普通にイカちゃんは、あ、皆さん気づきました、私忘れてたわ。ノリノリあんじゃん。ノリノリふりかけ。ノリノリは敵一体になったら使おう。戦略的ノリノリね。まずこの右のやさぐれデビル倒します。いやー、使うか。オッケー、倒したみんな。さあ使うぜ、ノリノリふりかけ。あー、怒っちゃった、ごめんね、許してくれ。さあ3人だけに使おう。多分やられちゃうんだよね、クラスメート HP 低いから。さあ行け、いやー、シューが手助け。これやばいです。
あ、でも、うわ、すげえ、99カンストじゃん。うわー、やっぱり弱いな。来たぞ、ロシュロ。104。煽ってこいよ。我々のチーム、メンタル面を重視してるからね。そんなの聞かないよ。さすが私。140、つまらぬものを切った。やめろ、おじいちゃんにそういうこと言うな。140ダメージ。いや、これあればいけるな。忘れてた、余裕だった。確かにゾロのおかげで勝ったみたい。お、これなんか私覚えない。あ、覚えないか。なんかね、お、回転切り覚えた。レベル上がってくると全然覚えなくなってきたね。さあ、おじいちゃん帰っておいで。おじいちゃんもベンチかな。おじいちゃん入れるわけないよ。総理おじいちゃん、週来てくれたんだ。無事でよかったよ。僕も一緒に戦うよ。でもちょっとだけ休ませて。いや、でもこれ一生休ませることになっちゃうかもしれないな。おじいちゃん、美味しいもの食べたい。まあいいね、これとりあえず。あれ、あ、これあれだね。あー、これの写真はいらないかな。悪くない写真だけど、これ写真撮ってくれてんだよね、戦いので。それを買いますかって。 OK、 やだやついた。よし、みんなここまで来たね。これが今おじいちゃんを助けたとこで、ここがおそらく合流地点かな。いや、反対サイド行けるかな。ふう、はぐれたみんなどうしてるかな。一方、うわー、そうですよね。うわ、頼りないチームだ。勝てるかな、これ。誰だっけ仲間。うわー、しかも3人か、こっち。やばすぎる。さあ、この3人で初の敵だね。うわー、勝てる気しねー。いや、おー、意外といける。きたー、ショータかまいたち3連撃。お、意外といけるかもしんない。敵もね、あ、でもこいつ強いわ。いや、この猫ちゃんが意外と美術語が火力いいんだね、このメンバーの中だと。さっきだとゾロだったんだけど、あ、でもなんかやってけそうかも。さあ、来たね、ここまで。おそらくここにドラえもんがいると思う。仲間の前、仲間だった。行こうか。来たね、この雰囲気は。さっきと一緒。ね、あ、ネバいいやつもそういえばいたね。ドラえもん最後か。オッケー。さあ、ドラえもんやっぱラスボス感あるもんね。うおお、ネバいいやつ似合ってるよ。すごく似合ってる。さあ、何してくる。あ、左右の敵がいないわ、さっきと違って。やっぱ3人の個性。うわ、でも、お、私忘れてたね、あのやばい薬使うの。相手のダメージもらってからやばい薬使おう。オッケー。さあ、このやばい薬を。うわー、リンゴちゃんもやばいね。いい症状だ。さあ、みんな行ってくれ。これね、美術5の火力やばいわ。行くよ。163、ゾロ超えじゃん。じゃあ、美術5はね、爪を研ぐと攻撃力が1段階上がるんだよね、多分。だからあれだね、ゾロと違ってためが1回あったんで、その分やっぱ火力は出てたんだね。あ、ほら、今77だったね、そのためない状況。これは勝てるわ。うわ、気持ち悪い。グロ画像じゃん。オッケー、頼む。この状況のままいってほしい。なんか私も急いじゃうね。別に急いでも変わんないんだけど、このやばい状態が続くときに言ってほしいけど。いやー、みんな終わっちゃった、やばい状況。まあ、まだ薬あるから薬使おう。やばすぎ。決めてくれ、翔太。ウィニングランを決めてくれ。オッケー。あー、根はいいやつ帰ってきた。さあ、来ました。いや、根はいいやつもベンチかな。せっかく帰ってきてくれたけど。4人しか入れてない。は、ここは確か大魔王に連れてこられて、それから頭が混乱する。先に行って休んでるね。では引き続いて翔太さんのモノマネをします。お、一生悪い。似てない。何この慣れ合い。オッケー、みんな合流するね。これもしかドラえもん出てくるかな。4人と4人合流したら8人体制あるかな、スマブラみたいな。うわ、おい、美術号、無事でよかった。
あ、なんもないかもしんない。ああ、なんだ、帰ってくるだけか。それなら、またいつもの。あ、すげえ。部屋オーバーしてる。うわ、すげえ。根はいいやつの未来と思ったけど、未来だったら髪増えてんな。うわ、リンゴちゃんも空いてる席ない。さあ、これで出かけるか。これで出かけるってなったら、まあ、普通にレベル重視だよね。ゾロ、美術、ゴー。え、他のメンバーかわいそうだな。また隠れる演出あるかもね。さあ。ん？ああ、いける。ドラちゃんが多分待ってるな。やっぱドラちゃん特別扱いなんだね。じゃあ、左。すごい見て、食事もすごい豪華になったね。みんなで食卓を囲むみたいな。すごい、こういうの、円。円にしてみんなで囲むように見せかけて一直線上になって、いいね、こういうディナーで。どこまで行ったかっていうと、多分ね、次ドラちゃんのとこまで来たね。さっき合流したじゃないですか。これ左行こうかなって言ったところの左だね。ここが合流したとこだね。分かれて合流して、で左行って、多分ここにいると思う。待ってるドラちゃん。うわ、来た。やっぱこれ仲間にもあるのかな？ AI が。この、うわ、ドラえもんミーはラストにしようみたいな。なんでドラえもんラストなんだろうね。やっぱ強そうだからかな。ガシャガシャ、シャキーン。なんだろう。富士山。何これ。なんか普通に可愛いんだけど。別に。わあ、すげえ。盾と剣になってる。え、もう役使っていいかな？まあ、使っちゃおうか。やばいモードになっ、いや、あーどうしよう、使っちゃおうか。初手から全力で。これ使えばね、どんな敵でも、うわ、出た、翔太。どんな敵でも倒せちゃうからね。強すぎ。本当に強すぎ。いや、や、おー、盾やるね。あの盾強い。あー、でもですよね。さあ、ドラえもん本体よ。なるほどね。仲間を呼ぶ行動があるんだ。だからドラえもん本体に、な、あ、でもゾロが言ってくれるわ。なかなか攻撃がいかないのかなと思ったけど。いや、こんなん繰り返して勝っちゃうよね、普通に。うわぁ。いやぁ、すごい余裕だったね、普通に。勝てちゃった。じゃあ、ドラちゃん帰っておいで。お、帰ってきました、ドラえもん。シュー信じてたよ。絶対助けに来てくれるって。いや、ありがとう。じゃあ先に行って待ってる。バイバイ。よし、今日ね、全員仲間助けてやっと帰ってきた。みんな、ああ、真ん中でもそれあるんだ、ラブリー演出。よし、じゃあ終わるか。みんな帰ってきたし、ワンチャン次回ラスボスかな。これもう最終パートになってるかな。よし、終わろう。バイバイ。